はい、皆さんこんにちは。みなです。タカです。エリッキブロークです。ちょうど今、徳島駅から出発して、昨日ここで阿波踊りを見てました。すげえ人いた。お、着きました。タカが調べたお店。大行列してる。大行列。中華そば猪谷鳴門店。行列です。何分待つか。なんか四国来てずっと並んでるよ。うどんもそうだし。タカが人気のお店しか調べないから。お、呼ばれました。中華そばの中と、肉入りの中。中華そば中。肉入りです。卵入ってないよ。うん。追加で注文しなきゃいけない。生卵50円。いただきます。いただきます。あ、ありがとうございます。来た。ありがとうございます。そのまま入れればいいのか。ではでは、いただきます。めっちゃクリーミー、卵で、うん、あと醤油味かな。醤油味のシンプルなラーメンって感じ。あ、美味しい。お肉も入ってるでしょ、たくさん、うん、さっぱりしてるお肉って感じ。なんだろう、豚でも牛でもない気がする。めっちゃ美味しい。じゃあ私も食べてみるよ。よくわかんない、なんか昔ながらのラーメンって感じ。シンプル。麺もシンプルだし、スープも醤油のシンプルな味付けで。うん、なんか全然なんか、しょっぱすぎないとか。そう。なんか地元の人も並んでて、地元の中学生、高校生みたいな子は自転車で来て食べてる感じ。だから地元からも愛されてるのがいい。観光客だけじゃなくて、なんかもう食べた後にもう一杯こう食べたくなる感じのスープの味、わかる？病みつきになる感じ。見て、こういうお肉です。脂身は抑えられた、うん、やっぱスープがうまい。スープが抜群にうまい。わかりましたね。今すぐになくなった。スープが止まりませんね。おいしいよ、このスープ本当に。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。1時20分でまだ並んでる。どんどん人が来るよ。はい、お昼ご飯、徳島ラーメン美味しかった。デザートは？デザート食べるの？もちろん、2つぐらい食べれるよ。3つのデザートぐらいが入ると思うよ。徳島で有名なデザートあんの？焼き芋が有名だけど。ああ、焼き芋いいじゃん。じゃあ焼き芋もし見つけたら食べてもいいけどね。うん、食べたい。とりあえずこのまま鳴門大橋の方に向かっていきたいと思います。これで右行けないんですか？右には、まあ、駐車場がいっぱいなんで。あ、左いなかったら臨時駐車場あります。はいはいはい。こちらからシャトルバス出てますんで。あ、わかりました。そちらお願いします。はい、ありがとうございます。鳴門公園臨時 P。 OK、 右へ。まだ1キロ先だ。はい、はい、暑いですね。暑い。このバス、バスで一番上まで上がってきました。の渦潮の見頃、満潮、干潮。今は2時だから。2時、お、2時20分、大潮。お、すごい、すごい。大人1人510円。はい、購入。あ、車走ってる。おー、多いな。1キロ
ぐらい歩かなきゃいけないじゃない。あの歩くエレベーターみたいなことが必要だね、空港に置かれる。そうそうそう、それが欲しい。着きました。めちゃめちゃ遠かったよ。おお、すごい。本当に怖いよ、これでも。なんか船が渦潮の中に突っ込んでるけどさ、あれ危なくないんだね。怖いけどね、上から見てると。えっ、そう今上からナルト見たけど、クルーズ船の方が迫力があっておすすめだと思います。あ、 100% 前にクルーズ船乗って間近で渦潮見たけど、上から見るより全然クルーズ船の方がいい。だからもし淡路島とか来る方は、どっち行こうかなって迷ってる方はもう迷わずクルーズ船で。おお、こっちから綺麗だ。あ、すごいじゃん、ナルト大橋。休憩する前に見ましょう。レナさんいないと思ったら、もうこっちのデザートの方に来てますね。もう決めた。決めない。箱の中で食べましょう。中でもいいですか。あ、レナ焼き団子もある。わかりました。これ焼き団子1本ください。お味噌つけていいですか。はい。あ、味噌つくんですね。やった。金時芋のジェラート。ジェラートね。あ、レナ、フィッシュカツもある。いらない、ない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 。フィッシュカツって名物ですよね、この徳島。フィッシュカツ1つ。そんなに食べれるの？芋のジェラート。美味しいけど、もうちょっとさっぱり系が欲しい。暑いからね。はい。あ、本当にクリーミーで美味しい。ああ、ありがとうございます。もうふだし取っておきました。さっぱり。クリームと、はい、あのシロップかかってるんで、はい、シロップとアイスとあのすだちを一緒に食べてください。はい、わかりました。ありがとうございます。すだちは丸ごと食べるの？食べるんじゃない？うん、初めての経験、めっちゃ美味しい。見てください、これ。フィッシュカツ、徳島名物。これちなみにいくらか教えてあげて。80円安い。あの博多のハンプレンを揚げたフィッシュがそのまま。でもお酒とかには絶対合うし。レナは食べれない。団子でかい。これも名物とかじゃん。これは団子と言えないんじゃない。肉団子か徳島名物か。味噌って言ったらしい。うん、めっちゃ柔らかい。あれみたい、名古屋っぽい。五平餅みたい。うん、五平餅みたい。レナさん、やばいこと考えてる。左手でソダチソフト食べて、右手で芋アイス食べて。おいしい。もうちょっとで、見えた。はい、そう。ナルト大橋見えました。で、それによって四国はさよならになって、グッバイ四国。ちなみにこっから名古屋まで3時間45分です。3時間45分、287キロ。遠い。あ、来た。来ましたね。これですよ、淡路島の鳴門大橋。あ、もう渡りましたよ。渡り切りました。淡路島入りました。何、兵庫県って書いてあったよ。オニオンバーガーはどう？ あ、オニオンバーガー、そうだ、食べれるじゃん。前来た時オニオンバーガー食べたね、淡路島で。そう、美味しかったよ。淡路島と言ったら玉ねぎだからね。うん、めっちゃ美味しかったよ。寄ってみる？いいよ。いいよ、もうお腹いっぱいだよ。お腹いっぱいだよ。すごいよ。うん、これは、これがあれだよ、明石海峡大橋だよ。それね、ここから絶景じゃない？あ、道の駅着きます。おお。オニオン食べない？おお。オニオンフラワー食べる？ああ、食べたい。
レモンです。この四国旅で何杯かき氷食べたでしょうか。5、6杯でも毎日1個、毎日1個か2個は食べてるから、うん、10杯ぐらい食べてるかもしれない。甘い、甘い、甘い、熱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 い、めっちゃ美味しそう。すごいよ。ナイフとフォークがもらえるんだね。オニオンリングみたいな、めっちゃでかいバージョン。オニオンリングは食べやすいってこと？あ、そうだよね。来ました、明石海峡大橋。いや、やっぱりでかいよ。でもなんか車が多いね。3車線だしね、まずさっき2車線だったでしょ、うん、え、そうだっけ、わからん、多分適当に喋ってるね。多分ね。はい、ということで本州に戻ってきました。あの明石焼き、明石じゃない、明石市だ。明石焼き食べてくる？大丈夫、帰る。はい、今から帰ります。ここから残り3時間ぐらいですかね。うん、3時間もかかるよ。この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。